3対1とか、そうですね、確かそのぐらいの点差で、まあ、ここで自分たちが点を取らなければ、まあ、かなりまずい状況になるなっていうふうに思って、次の1点というのが大事になるかなっていうふうに自分の中で思っていって、まあ、そこで自分にすごいチャンスが来たので、ここは絶対に決めきるっていうつもりで、まあ、最後ダイブしたんですけども、もうそこのもう最後の指先まで全く飛び込まして打ちました。その時はちょうど3点差つけられた時で、その時も次の1点が鍵になってくるなっていうふうに思っていて、まあ、自分にチャンスが回ってきて絶対決めるっていう思いがしました。本当に去年のリーグ戦で、まあ、個人的になんですけど、本当にチームが苦しい時に点を決めるっていうのができなかったので、やっぱりエースならチームの苦しい時に点を取りたいなっていうふうに思っていて、まあ、今年1年間ずっとそれを練習試合でも必ず実践してきて、まあ、結果リーグ戦で個人的には良かったなと思います。来年以降、この目標を叶えてもらうために、まあ、今まで以上に切磋琢磨し合って、成長し合ってもらいたいなと思います。応援してください。ありがとうございました。